というわけで、早速ですね、僕が紹介したかったこれ、もうこれめっちゃいい、マジでいい、本当に。グローバルワークで買ってきたですね、アーバンキャリーのワンショルダーですね、3850円ですよ、これが3850円、はい。この前のユニクロのバッグ3000円でしたでしょ。もうね、全然違う。850円出してこっち買った方が絶対にいい。本当におすすめ。といったわけでね、グローバルワークのアーバンキャリーワンショルダーです。はい。といったわけで、カラー展開はですね、ブラック、グレーのスウェードとグレーのスムース、あとはブラウンのスウェード、これですね、ブラウンのスウェードとブラウンの、スムースがあります。で、グレーのスウェードも良かったんですが、僕グレーのやつ結構持ってるんですよ。トートバッグのタイプがあったので、このワンショルダーのタイプはこれがなかったので、これを買いました、この色をね。でこれがすごく良かった、本当にめちゃめちゃいい、こういうのをねバッグという本当に。まあね、ちょっとね、商品説明します。まるで本革のような質感と機能的な内装を備えたグローバルワークの定番シリーズに新型が登場。軽量なおかつ高級感のある素材を厳選することで、普段使いからオフィスまで、幅広いシーンで快適にお使いいただけます。サイズは A4 の書類が収まる大きすぎず小さすぎずの便利なサイズ感、さらにボトルホルダーやメッシュポケット等小物の収納にも対応と、まあ大体そんな感じですね。はい。男性のみならず女性にもおすすめ。男性のコーナーにありましたけど、これ女性でも全然大丈夫ですよ。で少し大きいんですよね。大きくてフォルムがカチッカチッとなってね、少しここが曲線になってるのがまためちゃめちゃエモいと。これがめちゃめちゃ可愛いんですよね。でここも開きっぱなしじゃなくて、この得意のマグネットのやつですね。これがファスナーじゃなしに、開きっぱなしでもなしに、このマグネットがいい。で裏地はないです、スウェード。まあその辺は残念かなと思いますけども、まあ全然僕は問題ないですね。で一応裏地ないので、カバン作ってる方は分かると思うんですけど、縫製した時にね、ここがちょっと切り口がねちょっとあれ見えちゃうので、これですね、バイアステープ、ちょっとひっくり返してみる、ごちゃごちゃなるかな、バイアステープを貼っておりますね。こうニャーンとこう、この辺もちょっとんーと思う方もいるかもしれないですけども、まあ別にこうやってかける分には全然問題ないですね。で僕がねちょっと気になったところもまあ 2,3 あるんですけども、これが少しほらちょっと安っぽい、これが安っぽいと。これをどう見るか。こっちはいいんだけど、こっちが安っぽい。そこだけだな。まあ、あとはいいんじゃないですか。ちょっとあと、ペットボトルホルダーがあるんですけども、ちょっと入れてみます。ちょっと見えないかな。ちょっと入れづらい。小さくて入れづらいですね。前買ったトートバッグのタイプはここがスルッとなってたかな、確か。スルーしてたと思ってたんですけど、ちゃんと下まで、ここ収まる感じですね。収まる感じです。はい。ただ少し小さい、まあ遊ばないのでいいのですけども、まああとは傘さしたりもいいかもしれないです。であとは内ポケット2つ、小さめと大きめ。ここにスマートフォン入りました、僕の。はい。ここにスッと入れたりしてね。ただ、チャック等ないので、ただこれだけなので、めっちゃ貴重品を入れるときはちょっと気をつけてください。はい。もしかして、スマートフォン、スマートフォンケースなんか入れないで裸で使ってる場合はスッと入れて、もしかしてスッとやったときに、ポロッと落ちる可能性もなきにしもあらずですね。これは。まあ、その辺は注意して使ってください。はい。で、これがフェイクレザーだと、これフェイクレザーにあんまり見えないですね。ぶっちゃけ。ここは見えますよ。これは見えるけど、これは見えない。ですので、スウェードのタイプがいい。黒のね、ツヤのあるタイプは、ちょっとダメですね。スムースのやつですね。ちょっと、って感じです。このスウェードのタイプはおすすめです。この色か、グレーとなりますね。はい。といったわけで、ちょっとね、また、重さオタクの僕がですね、軽量オタクの僕が、この重さを測ってみたいと思います。はい。グローバルワーク公式の発表が、約356gとなっておりますが、本当に356gなのかどうかと。そういう嫌なやつなんです、僕は。嫌なやつですよ。よし、と測ります。356。え？
356は嘘ですね。460ですよ。これ嘘だな。だってこれ取ったらゼロになるでしょ。ほら。ああ、これは嘘ですね。356っていうのは嘘ですね。だって460あるもんだって。これ何間違えたんだこのスウェードがちょっと重いのかな、うん、まあいいんですけど、100グラムぐらいで。皆さん言わないでくださいな、ね。僕が言ってましたとか。測ってるやつがいましたよとか言わないでくださいね。で、縫製、若干ですけど雑なところがある。ほら、こういうの。ただし、こっちの縫製に関しては問題はない。むしろ綺麗。で、止めるときにね、目立たないようにするんですよね、ここ。そのまま切ってしまうと、この糸が出るので、目立たないようにグッと押し込んだりするんですけど、それもちゃんとやられてある。で、まあ、裏地がないので、どうしても、この内ポケをつけるときには、ここのラインつけるんですけど、これもまあ、これだけで決まってるので、綺麗、本当に。すっきりとしております。で、もうさっきも申し上げました、この、マチもありますよ、もちろん。マチもあります。サイズ言ってませんでした。マチが 11.5 ですね。11.5。ショルダーの長さが1メートル、100.5。100.5、約1メートルですね。で、幅が33センチ。側面で計測と書いておりますね。で、高さが40センチとなっております。はい。まあ、大きくて、今時のやつと。小さいのよりも少し大きめの方がいいですね。使うの。本当に可愛らしい。よし、とんじゃね、かけてきますよ。まあ、間も話長いから早くやる。はい、やります。はい。はい、といったわけでね、かけてみましたよ。どうでしょうか。はい。こういった使い方、もしくは前に持ってくる使い方ですけども、一つ、まあ、僕が気に入らないところあるって言いましたでしょ。ですね、これがね、ここに当たるんですよね。どっちかに寄せて欲しかった。この辺か、この辺か。どうしてこういう風にしたのかなと。多分ですけども、まあ、こうやって短くしてね、これを短くして、こうやって持つ時にもね、その辺考えられてるのかなと思いますけども、それにしてもどっちかに移動して欲しかった。これがね、こっちにしてもこっちにしてもね、当たるんですよね。いずれ。まあ、その体型にもよりますよ、人の。ほら、ここ当たる。これがめっちゃ気になるんですよね。で、ほら、これをね、出したくない人もいるじゃないですか。前に。で、後ろに持ってくるとここに当たる。で、かといって前に持ってきてもここに当たる。ずらしても結構目立つんですよね。だからどっちかに寄せて欲しかったっていうのはありますね。で、まあ、この辺はちょっと安っぽい。確かに安っぽいけども、ここら辺はいい。この色もいいでしょ？色もいい。まあ、これから秋から冬ぐらいにかけてはいいかなと。まあ、春先まで使うのであれば、グレーの方がいいのかなとは思います。グレーであれば、無難ですけども、グレーのこれが安っぽかった。こっちの方がまだマシだったので、こっち。買うのであれば、こっち。じゃあね、一応、秋ということで、これから少しまあ、11月、12月ぐらいまでは秋、まあそんなにがっつりは厚着をしないんじゃないかといったシチュエーションとして、使ってジャケット、ブラウンのジャケット、ブラウンでいいんじゃないでしょうか。はい。ですね、オン、オフに使えるとかって書いてますけど、オンにはなかなか使えないですね。僕はまあいいですよ。僕は見積もりなんかでこれ持っていきますけど、普通の一般の方はどうかな、営業の方はこれ持っていけないんじゃないかな。オフ使いがいいかなと思います。まずもっと大きくて可愛い。オフでも。それ持ってどこ行くのって言われても、いや、それファッションだよって言えばいいですよ、別に。まあ、ジャケットはこんな感じでした。はい。とにかくね、もうこの流線形が可愛い。そこの流線形がお気に入り、僕は。この長さもね、まだギリ調節できるので、もうちょっと、長くしたいなという方は、コートなんか着てね、長くして、もうちょっとダルっとさせたいなとか、もうちょっとこういう風にしたいなという方は、それはそれでいいかなと思います。はい。まあ、こういった感じ。あ、これちょっとなしかな。ちょっと、今白いの着てるのでね、まあ、なんとも言えないんですけども。
まあ、あとは合わせ方にもよります。まあちょっとこれはないな。でまあ中に来てるのはあれなんで、あとは CPO シャツ、まあこの辺までかな。あの暗い時のアクセントに使うのがいいかな、イメージ的には。やっぱりあの秋冬ちょっと暗めの色になっちゃうので、それのアクセントで白、白をちょっとあの難しいなといった方はブラウンでもねいいかなと。ほらかわいい、大きくてかわいい、ちょっとお尻が隠れるぐらいがまたかわいいですよね。うん、まあちょっとね幼く見えるかもしれないです。まあ50代難しいですけど、ジャケットなんかとは合わせてもらえれば使えるかなと思いますし、ここ黒でねテカテカしてるのを使ってしまうとですね、間違ってそれこそちょっとおかしくなっちゃうので、やっぱりさっきも申し上げましたが、スウェードの買うならグレーかブラウン、まあこれからはこのブラウンがおすすめだと思います。本当にまあね、あのユニクロのこの前の JW アンダーソンと、あとはユニクロ U の、あの、リサイクルバッグな、何でしたっけ、いつも忘れる。ドローストリングも、まあいいですよ。まあね、ちょっとしたお出かけには、これがいいんじゃないかなと。うん。これいい、非常にいいです。で、買い物なんかにもね、いいですよ。こうバッといっぱい入るので、買い物もしくはお出かけ、兼用の時もぜひ使われてみてください。本当におすすめですね。はい、といったわけでね、この動画が良かったらいいねと、あとはメインチャンネルの登録もねぜひよろしくお願いいたします。今日はグローバルワークの何でしたっけ、アーバンキャリーワンショルダーの紹介でした。これ結構おすすめ、この流線形がめちゃめちゃ可愛い、そこの。はい、といったわけで皆様素敵な一日、あ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、素敵な一日。